はい、それではですね、今回の動画ではワードで縦書きの文章を作るときに半角の文字を横書きで表示する方法というのを、ね、やってみたいというふうに思います。で、まあ、どういったことかと言いますと、今ねこの画面で見ていただいているようにこの数字のところ、これをね半角の、ね、数字で入れてるんですけども、この縦書きにしたときにこのですね、まあ、縦、まあ、これひっくり返って縦で表示をされてしまうんですね、はい。で、まあ、ワードというのはやはりですね、この縦書きでこ う, うまく、ね、表示されるようにもともと作られてないので、半角の場合は縦書きにするとこういった形でひっくり返ってしまうので、まあ、ここですね、数字がちょっと見づらいのでね、この表示を横にすることが、ね、できますんで、早速ね、そのやり方をやってみたいというふうに思います。じゃあ、それでは今回、じゃあこの2015年というこの2015という数字が今、この縦でね、ひっくり返ってしまってますんで、これを横に表示してみたいと思いますんで、この2015のところをまずは選択をしてもらって、このホームタブのところの段落グループにあるここですね、この拡張書式っていうボタンがあります。まあ、こちらのボタンをですね、押してもらって、この一番上に縦、中、横というボタンがありますんで、次にこちらのボタンを押します。はい、そうするとね、このウィンドウが開きますんで、まあ、通常はこの行の幅に合わせるというところをチェックを入れておいてもらって、このまま OK でいいと思います。はい、そうすると今この画面で見てもらったように、2015というのがこうひっくり返って縦で表示されてたのが、まあ、横になりましたということですね。はい、まあ、こういった形でですね、まあ、縦書きの文章を作るときにこの半角の数字を入れると、まあ、どうしてもねこういう形で縦でひっくり返ってしまいますんで、この拡張書式のこの縦中横というのをね使ってもらえるといいんじゃないかなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。ありがとうございました。